皆さんは生類憐れみの令が発令された理由、そしてなぜ廃止されたのか知っていますか？五代将軍の徳川綱吉によって発布され、犬を極端に大切にするよう命じた法令というイメージが強い方もいるでしょう。犬ばかりを大切にした天下の悪法と呼ぶ人もいます。今回はそんな生類憐れみの令についてわかりやすくご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。生類憐れみの令とは、生類憐れみの令とはざっくり言うと、生きているものを大切にしようという法律のことです。生類とは生き物、憐れみとは大切にしたい、かわいそうだと思う心という意味です。実は生類憐れみの令という法律はありません。江戸幕府第五代将軍徳川綱吉によって発令された生き物を憐れむ法令をまとめてこう呼んでいます。綱吉の将軍在位期間は1680年から1709年の約30年間、その間で生類憐れみの令が発せられていたのは約22年間だとされています。その間135回もの内容改定が行われ、その度にお触れ書きが出されました。この回数の多さから、いわゆる生類憐れみの令の正式な開始日については諸説あります。例えば1682年には犬を虐殺したら極刑と発令していますし、1685年には将軍が通るときに犬や猫をつなぎ止めなくてもいいという法令も出されています。それではここから詳しく見ていきましょう。捨て子や病人の保護目的だった。生類憐れみの令について教科書や参考書では、人々の生活を圧迫、極端な動物愛護、綱吉は犬公、人の命より犬の命が大切などと説明されることが多いです。天下の悪法と呼ばれるなど、あまり良い評価はありませんでした。ところが1687年の条文では、犬だけでなく赤子や捨て子、病人などの社会的に弱い人たちも保護の対象にしています。この時代の日本は貧しい家庭がとても多く、人の命が人の都合によって捨てられたり断たれたりしていました。つまりこの法令には福祉政策の側面もあったのです。学問や文化を大切にする文治政治を目指していた綱吉は、生命の尊重という道徳概念を人々に持ってもらおうとしていたのかもしれません。現代の動物愛護法、犬小屋には約10万頭以上を収容。実際には人間を含む生き物全般に関して出されていた生類憐れみの令ですが、犬を人より大事にした方、人よりお犬様というイメージが強いかもしれません。実際犬に関する条文はたくさん出されていました。江戸の町には野良犬がたくさんいて、人間を噛んだり捨て子を食べてしまう犬もいたのです。しかし生類憐れみの令があるため、人間に危害を加えるからといってその犬たちを殺すことはできません。そこで幕府は人間に危害を加えないようにと野良犬を収容することにしました。収容することで江戸を安全な町にしようとしたのです。犬を大事にしすぎた法律というイメージがある生類憐れみの令ですが、犬を収容したのは人々の安全のためでもあったのですね。ところがいざ犬を収容してみると、その数なんと10万頭以上。収容するだけでなく、死なないように餌を与えなければなりません。毎日6000人が餌やりや収容のために働いていたといいます。犬を収容する施設はお囲い、犬小屋と呼ばれ、中野、四ツ谷、大久保などにありました。特に中野周辺にあった施設は16万坪、東京ドーム20個分の面積があったそうです。カモ NG、次第に内容がエスカレート。冒頭にもお伝えしたように、生類憐れみの令は22年もの間に様々な条文として発令され続けました。動物に関するものも、最初の頃は犬猫をつなぐ必要はない、病気の牛馬を捨ててはいけないなどの緩い内容でした。しかし次第に禁止事項が増え、信じられないような法令もあったのです。蛇、犬、猫、ネズミなどに芸を教えて見せ物にしてはならない。鳥類、家畜類はもとより、ハエ、蚊、のみに至るまで殺してはならない。釣りをしてはならない。違反者を密告した者には賞金を与える。捨て子や障害者、
病人を守ろうと始まった生類憐れみの霊も動物保護の面が強くなり、次第にエスカレートしていきます。ついにはハエやか、のみに関してまでもお触れが出るようになりました。いくら何でも蚊を殺して罰を受けるのと思いますよね。しかし伊東淡路守元久という武士は蚊を殺してる罪となったという記録があります。真偽のほどは定かではありませんが、このように現実とかけ離れた法令が次々と発令されました。本来人々のためになるはずだった生類憐れみの霊が人々を苦しめる結果となってしまったようです。このことから天下の悪法というイメージが定着しているのでしょう。綱吉が信じていた儒学、しかしなぜ綱吉はこのような法令を次々と定めていったのでしょうか。そこには儒学と病死した息子が関係していました。綱吉と儒学は切っても切れない関係にあります。儒学とは古代中国の儒教思想を基本とした学問のこと。江戸時代より昔、日本で儒学、儒教というのは仏教においての教養といった位置づけでした。その儒学が江戸時代に入ってからは学問として必要とされていきます。綱吉自身も儒学を尊び、軍事力や武力で抑えつける世の中ではなく、徳を重んじ学問で世の中を治める政治、軍治政治を目指すようになりました。そんな綱吉は息子の徳松が5歳で病死し、その後も跡継ぎに恵まれませんでした。儒学の親を大事にせよという教えを重んじた綱吉は、母親から勧められた僧侶劉弘にこう助言され、その言葉を信じるのです。あなたは前世で動物を殺してしまったために子供に恵まれないのだ。跡継ぎが欲しいのならこれからは動物を大事にしなさい。これが生類憐れみの霊発令につながるエピソードとされています。しかし綱吉の時代に劉弘は存在していなかったとも言われているため、劉弘による助言の事実について真偽のほどは不明。一方で実際のお触れでは発令の理由をこのように説明しています。人々が人心を育むようにと思い、生類憐れみの政策を打ち出している。儒学で最大の美徳とされている仁の精神からも、綱吉は大切な人を失う悲しみを人々に味わってほしくないと考えていたようです。また学問によって世の中を治めたい、道徳通念を広めて社会をより良くしたいという思いもあったのでしょう。生類憐れみの霊廃止。1709年1月10日、綱吉は63歳でこの世を去ります。綱吉は生前、6代将軍となる家信に生類憐れみの霊を残すよう伝えました。しかし綱吉の死後すぐにこんなお触れが出されています。今後幕府は生類に関して罪に問うことはしないけれども、憐れむべきものは憐れみなさい。そしてお囲いも早々に解体され、犬やハエ、蚊に至るまで殺生を禁止した極端な法令はほとんどが廃止されました。しかし生類憐れみの霊の本来の目的でもあった捨て子を禁止する法令など残された法令もあります。綱吉が主張した命あるものは殺してはいけない、一緒に生きようという精神が残ったという意味では、生類憐れみの霊は結果的には成功した法令だったと言えるでしょう。江戸時代が始まる1603年までの何百年もの間、戦いの歴史の中にあった日本では弱い者が死んでしまうことに抵抗感がありませんでした。そんな世の中の風潮に対し、命ある者は殺してはいけないという綱吉の強い思いが生類憐れみの霊となったのです。これは当時の日本人にとって大きな意識転換だったことでしょう。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。